こんにちは。名古屋大学研究フロントライン運営をしています丸山です。前回に引き続き北口正明さんと南崎あずささんとのトークをお届けします。第2回目の今回は中性子の研究がどんなものでどんなことをされているのか、物理のことがあまり詳しくない私もワクワクするようなお話をいただきました。まず北口さんが中性子の研究を始めた今から20年くらい前、中性子の研究がどのくらい進んでいたのかというところから伺いました。進んではいたんですよ。さっき我々を作ってる粒子は3つあって、陽子と中性子と電子って言いましたけど、陽子と電子は能動的に扱えるんですけど、中性子って電気的な性質がないのでコントロールできないんですね。なので中性子はある方法で作れるんですけど、作ったらできたまましか自分で方向を曲げて自分の実験装置のところに持ってくるっていうことがほとんどできない。発生したら発生しっぱなしみたいな。なんですけど歴史的には結構昔から使われていて、1970年代にちょっとブームがあったんですよ。でそれがちょっと一段落して、はい、僕の入った時にはもうほとんど終わってたんです。だからそんなに流行ってなかったんですね。もうそこに思春期の北口青年は、そうちょっとグッときたで教科書とかに載ってんですよ、昔の中性子の実験、こんな実験しましたみたいな。で量子力学っていう分野がありまして、ちょっと僕らの持っているその直感と合わないミクロな世界の、物理現象を説明する理論なんですけど、はい、量子力学そのものの検証を、昔中性子を使ってよくやられたんですね。そういうのにちょっとこう惹かれまして、そもそも粒子とは何なのかとか、観測するとはどういうことなのかっていうような、そういう問いに答えようという実験が1970年代に結構やられてたんですね。でそこにちょっとこう何ですかね、青い感じの青年は惹かれてしまって、そういうことをやってみたいなと思ってちょっとそういう世界に飛び込んだんですね。いかがですか、その中性子に目をつけるっていうその研究者的なセンスというか。そうですね、さっきもさっきちょっとね、中性子ってこんなに面白いんだって言ったんですけど、本当にお恥ずかしながらそんなに面白いっていうことに気づけてなくって、なんか目が開いたっていう感じですね北口さんの話聞いて。北口さんはもう第二の思春期を迎えて中性子に見せられて、そのまま一筋中性子で。そうですね、割とずっとやってますね。最近どんなホットなトピックがあったんですか？最近は中性子を使って、ダークエネルギーを探そうっていう実験の、一つの成果が最近公表されはしました。本当はというか、主流はダークエネルギーを中性子で探すっていうことではないんですか？ダークエネルギーっていうのは宇宙をこう加速膨張させる力、ビッグバンのあたりで宇宙が急激に膨れ上がったと、理論の人は言ってるわけですけど、本当かどうか誰も知らないんですけどね。でそれを検証する方法って言ってもですね、何にも分かってないですよ、ダークエネルギーって。ほぼ何も分かってないので、どういう実験したら見つかるかすら全然分かってないんで、加速器じゃないかもしれない、加速器を使って実験というか解析してる人ももちろんいますけども、いろんな粒子が出てくる様をこうカメラで捉えるわけですが、こういう写真が撮れたら中ではこんなことが起こってるんだっていうことを結びつけるためには、ここに理論が必要なんですよ。この理論に基づくとダークエネルギーの影響がこんな写真になって現れる。だからなんか理論をいくつか想定して、もしこういうふうに仮定するとこんな写真が撮れるはずで、撮った時にそんな絵にならなかったな、じゃあこの理論はちょっと違うのかなっていうのをこう繰り返し繰り返し考えなきゃいけないんですね。理論も自分で考えるし、実験でそのデータを取るのも自分でやる。これは理論家の人がいろいろ理論の人は理論の人をやって、で実験の人は実験。そうですね、そこは協力して
やってるんです。だから理論の人がいろんな理論で、あのこの実験ではこんな写真が撮れるはず、僕の理論だったらこんな写真が撮れる、私の理論だったらこんな写真が撮れるっていういろんな提案をしてくれていて、で実験家はそれをまあ試してみてどれが一番近いかなみたいなことをやるわけですね。北口さんはその実験をやる方なんですか？私は実験をやる方です、はい、で加速器の場合はその理論を先にまず作っておかないと写真をどう解釈したらいいか分かんないんで、とにかく理論ありきなんですよ。理論ありき、理論がまずないとダークエネルギーの探索はまあできない。で中性子のとか他の方法の中にはあのそうじゃなくて、とにかくダークエネルギーはなんだか分かんないやつなんだから、分かってるやつ以外のやつなんだと、今僕らが知っている法則じゃないやつらが発見されれば、それはきっとダークエネルギーの証拠かもしれない、はい、断定はできないけど。なので、僕らのようなその加速器じゃない実験は何をやってるかっていうと、なんか実験してみて、今の僕らが信じている標準理論って言われてますが、そいつと照らし合わせて合ってるかどうかだけ探すっていう、それに当てはまるかどうかで、当てはまらなかったらえらいこっちゃと、何かが起こってる。あ、今のところ全部当てはまってる、当てはまっちゃってるんですねこれが当てはまってるようにしか見えない、あの感度が悪くって、ちょっとずれてるかもしれないけど、そのちょっとのずれが見えないぐらいちっちゃいから今の実験装置では見つからないんだろうというところまでなんですね。それが全世界で行われている、もういろんなところで行われているけれども誰もまだ見つけていない。の研究はこれからどんな風になっていくか、はいはいまあ、中性子の研究はいくつかあのテーマがあって、やっぱり、はい、まあ、最初にやったその KMI の、まあ、ミッションでもあるあの素粒子と宇宙 の成り立ちですね。まあ、歴史好きな方は結構いると思うんですけども、あの宇宙の歴史を、まあ、なんとか明らかにしていって、あの皆さんがこう大河ドラマを楽しむように、あの物理の歴史、宇宙の歴史を、まあ、語れるような、でそういうのに、材料、話題提供できるような実験を、まあ、僕だったら中性子だとか、まあ、非常に低いエネルギーの粒子を使っているんですけど、加速器によらない実験なんかを通して、話題提供できたらなと思ってます。北口さんの研究について詳しくは概要欄にリンクを貼るので、ぜひチェックしてみてください。それから最後におまけでこんなエピソードもいただきました。さっきご紹介でエレガントなところって言ったんですけれども、あのスーツをね今日着ておられますが、これはあれですよね、どちらかというと反骨精神というか、まあ、これまた遅れてきた思春期じゃないですか。思春期なんですよね。だあの物理の業界と科学は違うんですよ。物理の業界、しかも素粒子系の物理の業界ってあのスーツ着ないんですよね、どこに行っても で、ね、で学会とかってみんな普通の格好で、はい、あの夏の学会だったらあの T シャツ半パンとかの学会がそれだからみんな普通に行くじゃないですか、はい、でみんなあの格好してたら目立たないと、だから逆にこうスーツ着て行ってやろうと思って、あの一人だけスーツ着て行ったんです。本当にお一人ですか？本当に一人だけでした。すごい明日配信の第3回目は北口さんの科学コミュニケーションへの思いが炸裂します。どうぞお聞きください。